大会っていうのはその場で出せることっていうのは限られていて、予選に向かうまでの日々の向上心っていうものが非常に大切だなと。伝統っていうのは日々新しいことを考えたりやり続けたりすることで生まれるんです。次の時代に合う日本料理をこれからの若い人が考えていかなあかんことやねと。世界で活躍されている全ての日本料理人の皆さん、日本食文化の世界的な振興のために日本料理大賞を開催いたします。競い合うのではなく称え合うという思いを込めて日本料理の技術を学び合う大会です。今年のテーマは郷土料理を新しくするです。今一度我々の身近にある素材に目を向けることで未来を開く日本料理のイノベーションが始まるものと確信しています。審査は2024年7月31日締め切りの一次審査から始まります。今年のテーマ、郷土料理を新しくする、食材の命を大切にするに沿った前菜、煮物、蒸し物のうち一品の写真とコンセプト文、選んだ持ち込み食材とその理由を添えてウェブページからご応募ください。今回も一次審査、二次審査、三次審査ともにオンラインでの開催です。全国からのご応募をお待ちしております。決勝大会は2025年3月京都で行われます。入賞者にはその栄誉を称えるとともに賞状、メダルのほか副賞として日本料理アカデミーより旨味賞が贈られます。応募資格は調理師免許取得者であること、国籍、年齢は問いません。これまで脈々と受け継がれてきた日本料理を皆さんの新しい表現で進化させてください。日本料理の未来をあなたに託します。